2022年12月の1日から新発売されました中宇の炭火焼き鶏重でございます。どうだ。おお、結構想像よりいいですね。お、これはうまそう。はい、まずね、スタートは唐揚げ2個と缶ビールのセットと牛丼でございます。まずは乾杯ですね。乾杯。あー、うまい。バイト上がりでございます。まずね、スタートは唐揚げ2個と缶ビールのセットと牛丼でございます。まあ、間違いのないスタートでございますよね。あ、久しぶりに食べたらまたこれはこれで美味しいな。中宇は中宇でね。こんにちは。そしてこんばんは。森助調理師のお食です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はこのグラスでわかるように中宇さんに来ております。玉ねぎが一番シャクシャクなのはどうだろうか。中宇だろうか。結構シャクシャクだよね。何かと出来やすいと思うんだけども。うん。おいしい。唐揚げですね。唐揚げなんか心なしか大きくなったような気がするな。まあだいぶ前に来てからはもう値上がりしてるからね、この時期しょうがないけどね。結構でかいです。前はねもうちょっと安かったから小さかったかな。あ、うまい。生姜がたっぷり使ってある。うん、いいですね。柔らかいですね。はい、ビールの追加をしてしまいました。もうね、バイトの後なんでね、もうスポンジが水を吸うようにビールが入っていくんですよね。もう冬ですけどね。さあ、中尾久しぶりなんでメニューチェック入れてきます。当チャンネル恒例のメニューチェック。ああ、まあ親子丼ですよね、中尾というのは。美味しいからな。僕、塩出汁の親子丼はあんまり評価してないんですけどね。これは新しく登場してる鶏から丼だね。うん、この十景イカのやつは食べたことがないな。
カレーも美味しいからね。この辺でもいいんですよね。ちょっとね、注目してるのはこのメンタクリームうどんをいずれ食べてみたいと思う。いいね、二八そば。お子様向けもございます。でね、今日の目当てですが、これです。鶏を贅沢に味わう炭火焼き鶏重、鶏団子スープ付き並盛り790円。まあまあするけどね。この季節は鴨うどんもいいですね。とりあえず今日のお目当てはこれで。いました。これが2022年12月の1日から新発売されました、中宇の炭火焼き鶏重でございます。まずね、鶏団子のスープがついてございます。はいはい、もったいつけずに開けろ。そうですよね。じゃあ焼きましょう。どうだ。おお、結構想像よりいいですね。お、これはうまそう。はい、まずはね、ジャブということでスープを。あ、結構優しい味のスープですね。割と塩に、まあ俺のなんだろう、感覚だともうちょっと塩があってほしいような感じぐらいの優しい味です。あ、いいですね。うん、鶏団子が入ってるのすごくいい。うん、まあ一般の方のはこれでいいんじゃないですかね。私は塩ラーメンなんでもうちょっと塩が欲しいですけど。鶏そぼろ、それから、ね、中尾さんはいつもね、まあ卵に自信あるんですけど、その自信ある卵を使った錦糸卵、そして玉ねぎと鶏肉ですね。ごま、ネギ、うん、いいですね。ほう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 。あ、ちょっとこれだけ、鶏だけ炭火焼きいただいてます。あ、あ、炭火焼きの風味する。うんうんうん、いいですね。この錦糸卵に鶏そぼろに鶏肉、ありゃ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 、これ来ましたね。これいただきます。うん、あ、鶏柔らかい。うん、あ、でもね、僕は正直レポートなんじゃないですけど、美味しいですかね。味のパンチはちょっと弱いですね。うん、うん、あのすごく濃い味が好きな種類、種類って言ったら失礼かな、濃い味好き派、まあ俺みたいなもんですね。にはちょっとこの錦糸卵とか、あのミンチのあたりはちょっと弱いけど、でも今ねちょっと発見したんですよ。この鶏肉がね、折るあたりの垂れ具合がいいんで、ここよく混ぜて。うん、まあいいですね。あの、よく混ぜ混ぜを推奨いたします。うん、で玉ねぎがいい仕事してる。うん、あ、うんうん、いや、美味しい美味しい、美味しくなってきた。こんな感じで、あ、うん、これは飲んだ後最高にいいぞ。いいですね。うん、これを頬張って、あ、なるほどね。うん、鶏重を頬張ってのこのスープ、いいですね。あのね、冒頭でね、ちょっとこう味が物足りないようなこと言いましたけど、
だんだん食べてるうちにね、まあ、ちょうどいいかなと。うまいこと作ってるわ。うん、2022年12月1日中尾さんから発売されました炭火焼き鶏重、おすすめでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。